はい、皆さんこんにちは、二の舞です。今日はリズム感クイズまたねやっていきたいと思います。第1回第2回に続けて今回第3回となります。第1回目はねトリッキーなビートに惑わされないかどうか、そして第2回はメトロノームがない状態でテンポキープができるかという感じでやりましたが、今回はね音楽の BPM を当てることができるかどうかというのでやりたいと思います。ぜひリズム感に自信がある方もない方もチャレンジしてみてください。それでは行ってみましょう。というわけで早速まず第1問、今から流す音楽の BPM を4つの選択肢の中から選んでください。選択肢はこちらです。さあというわけで音楽スタート。ああ、よく YouTuber の方とかがエンディングでね流している曲なので聞いたことがある方も多いとは思いますが、 BPM がいくつかっていうのはね普段そんな意識しないのではないでしょうか。まあ、このクイズ動画はいつもなんですけど、基本的にそんなにシンキングタイムは長く設けないので、もしねもうちょっと考えたいみたいな人は一回一時停止をして考える時間をねちょっと設けていただければと思います。というわけで早速正解は C の158でした。はい、皆さん正解できましたでしょうか。まあ、選択肢があったのでそこまで難しくはないと思います。こんな感じでやっていこうと思います。次は第2問、同じく音楽を流します。第2問は選択肢なしでいきたいと思います。では音楽スタート。はい、これもねいろんな YouTuber の方がBGM として使っている定番の曲だと思います。選択肢がないので、まあ、ぴったり当てるってのはちょっと難しいかもしれないんですが、まあ、プラマイ10ぐらいでね当てれたら十分すごいと思います。さあ分かりましたでしょうか。正解は113でした。さあ皆さん分かりましたでしょうか。さあここまでは音楽を流してその曲の BPM 当ててもらう感じにしていましたが、これはねちょっと形式変えたいと思います。というわけで第3問はキングヌーの白日、この曲の BPM を当ててください。でこれは曲を流しません。皆さんが今頭の中でねこう白日を思い浮かべてで BPM を当ててみてください。この問題はね選択肢を出したいと思います。選択肢はこちら。さあ白日ね知らない方は大変申し訳ないんですが、まああれだけね流行った曲ですから、まあ、おそらくねほとんどの人が聞いたことあると思います。さあ選びましたでしょうか。正解はA の94です。さあ皆さん正解できましたでしょうか。この曲はねちょっと跳ねてる曲なので BPM も少しねこう感じづらいというか迷った方も多いのではないでしょうか。さあ次も同じくこの形式で皆さんに頭の中で曲を思い出してもらいます。というわけで第4問はバンプオブチキンの天体観測。さあこの曲の BPM を頭の中で思い浮かべて当ててみてください。これもねめちゃくちゃ流行った曲ですからおそらく多くの人が聞いたことあると思います。さあこれは選択肢なしでいきたいと思います。わかりましたでしょうか。正解は165です。これね早すぎず遅すぎずの微妙な位置のテンポはちょっとね当てづらかったかもしれません。さあ次も同じ形式でいきたいと思います。第5問、最近めちゃくちゃ流行っている夜にかける、この BPM いくつでしょうか。さあこれも選択肢なしで当ててみてください。まあ、もしかしたらね BPM ってネットで検索したら普通に出てくるので過去にね調べたことがあってそれでわかるっていう人もいるかもしれないんですが、まあそれはそれでね普段から BPM への意識が高いということでまあいいんじゃないでしょうか。さあということでわかりましたでしょうか。夜にかけるの BPM 正解は
130でした。結構ねアップテンポの曲なイメージなんですが、 BPM は実はそこまで速くないんです。さあということでここまで5問やってきましたが、ここからはね最後メトロノームを流してその BPM を当てるっていう、もう究極にねシンプルな形式で3問やりたいと思います。ということでまずは第6問、四分音符で鳴らします。さあこのメトロノームの BPM はいくつでしょうか。はい、おそらくこれはねそこまで難しくない感じの当てやすい感じのテンポだと思うんですが、いかがでしょうか。さあいきますよ、正解は120でした。おそらく120って結構標準的なテンポというかマーチングとかでもねよく使われている BPM なので当てられた方も多いんではないでしょうか。さあ次第7問、同じくメトロノームを四分音符で鳴らします。さあメトロノームはこちら。はい、かなり遅いです。遅いとねそもそもテンポをねこう取るのが難しいですから、かなり難易度高いとは思いますが、わかりましたでしょうか。さあいきますよ、正解は30でした。さあ皆さん正解できていますでしょうか。次は最終問題、結構難しいんじゃないかというのを用意しました。さあ最後も同じくメトロノームの BPM 当てていただきますが、今度はね全音符で鳴らします。わかりますでしょうか。今までは 1,2,3,4 と4回鳴っていたのを 2,3,4 の部分の音を消します。なので相当難しいと思います。というか当てられる人いるんでしょうかこの問題。さあいきますよ、メトロノームはこちら。はい、さあ当然ですが4回に1回しかならないので感覚が広く遅く感じると思います。これがね 1,2,3,4 のうちの1回と考えて BPM を当ててみてください。さあいきますよ、正解は250でした。はい、正解できましたでしょうか。さあこれはね当てられた人いるのかな、一応よくわかんないんですけど、これね当てられた方は結構マジですごいと思います。はい、というわけで今回はね様々な形式で BPM 当てクイズやってみました。まあ、今回もねバンドマンとか音楽やってる人だったらまあ余裕だったんじゃないかなと思います。ぜひねバンド練習の空き時間なんかにメンバーと一緒にやってみてはいかがでしょうか。ちなみにね今回のこのクイズの形式っていうのは前回コメント欄でねいただいたものを採用させていただきました。誠にありがとうございます。ぜひまたねこういう形式で今度はやってみてほしいみたいなのがあればコメント欄書いていただけると非常に助かります。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。つまいバイバイ。